井上明翔12月3日平成6年4月13日は日本の武道家、新鋭大道の創始者である。愛気道の海祖上柴森平はおじにあたる。本名は井上洋一郎といい、官渉は別名である。その他の別名として、正寺、正城、片県、照吉と名乗っていた時期もある。和歌山県西室郡に生まれる。成果は、 貿易商を手広く営む裕福な家庭で、生活には何、不自由なく育ったが、井上自身はすぐに風邪をひいて寝込んでしまう、体の弱い少年であった。それを案じた父や叔父である、上芝森平から、少しでも体を鍛えて、丈夫な体になるように飛ぶ術を習うことを勧められ、10歳の時に、行動管柔道の高木清氏に指示し、柔道を習い始める。 大正3年、開拓のため北海道に移住していた上芝を訪ねる。その時に大統領愛機柔術の武田総閣と出会うも、大統領の傾向法に疑問を抱き、武田の再三の勧めにもかかわらず大統領には入門しなかった。柔術を学びながら、人間の強さとは、弱さとは何か、という命題に向き合っていた18歳の時、 上芝の紹介で大本教の出口を二三郎と出会う。井上は出口との開口によって武道のあり方に神話力というものを置けば良いというかねて世に抱いていた着想の正しいことを確認し、出口の下でのち加わる上芝とともに加減の柔術を基礎とした新たな愛機武術を教授し始める。昭和十年に起こった第二次大本弾圧事件がきっかけとなり、 上芝が出口の下から去り独立するが、井上は上芝と行動を共にせず、大本教に残り、相木武術を大本教関係者であるなしに関わらず、広く教授を行う。昭和21年に出口の進めと命名により、相木武術から神話対道と改める。その後も新英大道の改装として活動し、平成6年に東京都国立市の自宅にて死去する。 去年91、ありがとうございます。